おはこんばんちはー。ゴーグロイド、はずさです。今回は、ラプンツェル、スキルマックスで、どれほどコイン稼ぎできるか、コイン稼ぎに使えるか、検証してみました。なお、2部構成にしており、1回目、コインボーナスアイテムのみ、2回目、コインボーナスと、積む種類検証アイテム使用で、コイン稼ぎ検証と、評価したいと思います。使用環境などは、画面を参照してください。1回目、コインボーナスアイテム、のみ使用のプレイです。2回目、コインボーナスと、積む種類減少アイテム、使用しての、プレイです。
減少評価です。詳細は画面を参照してください。いけばそう。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。